大工の仕事とは主に材料に墨付けをしたり屋根を作ったり床を作ったり天井を作ったり壁を作ったりと、住宅の間仕切りやあと建具が建つための敷居や鴨居を入れたりあと石膏ボードを貼ったり時には家具なんか作ったりもします。大工さんの仕事というのは家を一軒丸々建てるということなので、毎日違う仕事ができるというのはすごく楽しいことでもあります。それが同時に覚えることがたくさんあるということで大変なことでもあるんですけども、長い年月をかけて一つずつ覚えていって、できることが増えていく、それで家を建ててお客さんに喜んでもらえる、それがすごく楽しい魅力でもあると思っております。昔みたいに見て覚えろって形ではなくて、もちろん聞いたら教えてもらえるし向こうからも教えてもらえるし、すごく厳しい環境ではなくて、失敗もしますし怒られたりもするんですけど、とても楽しい環境だと思います。うちの社長から言われた言葉で一番印象に残っていることがあって、お客さんの夢を叶えてあげる。お客さんからしてみれば一生に一回建てるか建てないかの住宅なんで、一生懸命心を込めてその夢を叶えてあげるために仕事をしているっていう感じですね。仕事の流れですね、調査から始まる、それから今度診断書ができるわけですね。そうするとそれを予算化して、材料を調達します。それから今度建物を部分的に解体していきます。一番大きな工事では全解体といいまして、この近くにあります清水寺の本堂の工事はまさにその一番大きな工事だったんですね。そういった一番大きな工事から小さな工事になりますと、屋根替えを中心とした本当に悪いところだけを直すという部分修理、そういったような工事までいろいろ千差万別になります。建物の歴史を調べていきますと、日本全体の建築史が分かってくるんですね。私自身もびっくりしたのは、日本の歴史に詳しくなってくるんですよ。またそのことが、テレビドラマで時代劇なんか見るとすごくこう連動して分かってくる。やはりそういった歴史を踏まえた上で次の建物に行った時に、ああこの建物はこの時代だったらこういう仕事がしてあるんじゃないかという推測ができるんです。それが当たった時にはやったとなりますし、それが新たなものが見つかると新たな発見ということで、これもまた自分自身がステップアップする一つの参考にもなります。大工の面白さを伝えたい。